疲れてるだろうが、カメハウスまで一気に行くぞ。はい。止まれ、ご飯。何ですか、あれ。わからないが、凄まじい気だ。僕、戻ります。お父さんのところへ。わかるんです。お父さんが危ないって。わかった。総力戦の戦士たち、最強ベジータを倒せ。あの妙な光の玉は一体なんだ。なんだ。ものすげえ気が上がってる。お父さんの気がまた上がったんじゃないですね。クリーンさん、降りろ。ご飯。おい、うわ、やじろべ。あん化け物、誰だと知ってる。だが、やつの尻尾を切ればもっと。ご飯とやじろ、隙を見て。はい。冗談じゃないわ。やつの気を引けて。やつは、何か嫌がるな。どこだ。こっちだ。お父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし、キエンザン。そんな尻尾のことを知っていたらしいが、残念だったな。手のひらを上に向けて集中させてくれ。弾ができる。うわ、
出た。これが元気だ。またやったな。クリリ、そいつをやつにぶつけてくれ。わかった。やってみる。任せてくれ。俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない。悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ。孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。随分ひどい目に遭わせてくれたな。今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。
俺がまさか引き返すことになるとは。逃がしてたまるか。見逃したりしたら体力を回復させて必ずまたやってくるぞ。分かってる。こいつは俺たちの仲間を殺し世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜ。ピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ。間違ってるな、分かるが、頼む。オラのたった一度だけのわがままだ。もう一度やつと戦うチャンスをくれ。わかったよ。お前にはわがままを言う資格があるさ。今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。はあ、よく覚えておけよゴミども。今度は貴様らに奇跡はないぞ。せいぜい楽しんで おくんだな。おい、ブルマさん、ヤムチャさんも、俺たち以外はみんな やられて。ピッコロも死んじまった。だから神様もドラゴンボールはもうなくなっちまったんだ。じゃあヤムチャはもう二度と。ブルマさん、泣かないで。もしかするとサイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だからもしもそのナメック星ってとこに行くことができたらドラゴンボールが手に入るかもしれない。オス、オラ悟空、ベジータとの戦いでピッコロたちが死んじまった。ドラゴンボールも消えちまってもう誰も生ききれねえ。神様の故郷ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だが、そんなところどうやって行きゃいいんだ。次回ドラゴンボール Z 悪の帝王フリーザ、目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人。ずっと遊んでくれよな。
ん？ま、まいった。わかっただ。それじゃあ行こうかな。頑張るだぞ。